啓蒙時代。啓蒙時代はヨーロッパで啓蒙思想が主流となっていた17世紀後半から18世紀にかけての時代のこと。啓蒙思想とは聖書や神学といった従来の権威を離れ理性、語性による地によって世界を把握しようとする思想運動である。この時代にはスコットランドとフランスの思想家たちが特に重要な役割を果たした。政治と経済の面では 三十年戦争でヨーロッパを二分した政治的宗教的対立が闇、絶対主義要件と重商主義が確立した時期にあたる。この時代に活躍した思想家には、イングランドのジョン・ロック、スコットランドのデイビッド・ヒューム、フランスのボルテール、ドニ・デドロ、モンテスキュー、ジャン・イコール・ジャック・ルソー、ドイツのビンケルマンなどがいる。反ヨーロッパ的な影響という点ではやや劣るものの、 啓蒙主義の流れは、スイスやドイツにも及び、レッシングや、モーゼス・メンデルス・ゾーンらもこの流れに属している。中世に、学問の中心であった教会や大学に代わり、フランス王立アカデミーや、ロイヤル・ソサイティなど、国家の支援を受けた、研究機関が、この時代には、人文学、自然学ともに、学術の中心となった。こうした動きは、中央だけでなく、 地方にも及んでいる。アカデミーは、学者や芸術家に年金を支給して生活上の保護を与え、あるいは年俸を刊行して、発表の場を与え、また検証金をかけて、特定の主題を提示し論文を募集し、学芸の振興を図った。ルソーが出世作、学問起源論を発表したのは、ディジョンのアカデミーの検論文がきっかけであった。またこの時代には印刷物の普及により、 全時代にまして大量の読者層が出現した。イングランドでは、アディスンの文芸批評誌、タトラー、スペクテーターなどが発行され、イングランド内外で広く読まれ、文芸及び美術批評に影響を与えた。フランス王立絵画彫刻アカデミーが、ルーブル宮殿で不定期に行った会員の展覧会、通称サロンと、その紹介及び批評であるディドロの、サロン表もまたこの時代の美術思想へ大きく、 影響した。しかし最も新人な影響を与えたのは、ビンケルマンのギリシア美術批評論、第二模倣論であろう。これは、ルネサンス期にバザーリが提唱した古代を最上場する歴史観を提唱しつつ、古代の作品の歌詞的な形式ではなく、その形式に結晶した古代人の精神、すなわち古代の自然、本性を模倣とすることを提唱した。この著作は、 絶対主義王権のもとで次第に社会的規制が強化されてゆく西ヨーロッパ社会において他国語に翻訳され広範な感激を呼び起こした。またヴィンケルマンはルネサンス、バロックの時代にはほぼ同一視されていた古代をギリシアとその模倣であるローマに分けることを提唱しギリシア人の精神のみが判例とされるべきであると主張した。一部の研究者は この区分を自らも、ローマ帝国の精神的後継者とみなしていた、フランス宮廷とその文化に対する批判であるとみなし、また、ルソーと共に、ビンケルマンを、フランス革命に至る、旧体制への批判の先駆者とみなしている。ルネサンス以来、自然学の発展は続き、この時代にも自然史、博物学の流星が続いた、産業革命を可能にした蒸気機関の発明などは、 この時代の成果の結実とも言える。自然研究が産業の流星と結びつくことに注目した王校は、学芸の保護信仰のために特権を持つ研究者の協会を認可し、あるいは自ら設立した。イングランドのロイヤルアカデミーやフランスのフランス王立科学アカデミーはその恒例である。一方で、大航海時代以来ヨーロッパが接触するようになった他地域の文化、 アメリカやアフリカ、オセアニアの民族は、キリスト教中世においては絶対視された人間と、自然の間の圏外への革新を動揺させ、自然と人間の関係を再構させるとともに、その中間段階として、理論的に構想された、社会を作る、以前の段階にある、自然人の概念を生み出す一因ともなった。学芸、技術の発展は、西ヨーロッパ人に自らが、 文明の局にいるとの観念を抱かせた。いわゆる未開社会との接触も、そのような世界観に寄与した。一方には、古典古代以来の過去を黄金時代とみなし、現代をそこからの退落化、あるいは、せいぜい過去の文化に危険しうる水準のものとする、見解も保持されていた。17世紀末に、フランスに始まった、いわゆる新旧論争、古代人、近代人対比論争は、 このような対立する見解が、自らの立場を立証するため、古今の例を引いていった、文明論の側面を持つ。この論争自体は古代人、すなわちギリシアローマ人と近代人、すなわち17世紀から18世紀の西ヨーロッパ人のどちらが優れているかという最初から、結論の出しようのない問題を扱っており、論争が再燃するたびに、この点では古代が優れ、かの点では、 近代が優れるという玉虫色の決着で論争が下火になるという経過をたどったものの、その都度主題を変え、また、フランスからヨーロッパ各地に飛び火して、都合100年ほどにわたって、ヨーロッパ思想界の大きな問題の一つとなった。新旧論争のきっかけとなったのは、シャルル・ペローの少子、ルイ・ラオのミヨである、ルイ14世の病気回を祝う、この詩の中で、 ルイ14世の知性は古代ローマのアウグストゥスの時代をしのいで優れていると述べられる。アウグストゥスの知性化とはベルギリウスやオウィデウスといったラテン文学を代表する詩人を輩出した時代であり、当時の価値観では古典古代の最盛期とみなされていた。ペローは自らの時代のフランス文化がそれに勝る、いわば人類文化の勢随であると述べたわけである。 この一行限りの言及に、激しい反発を示したのは、皮肉にも死において称えられた当代の知識人であった。フランス宮廷は、古代こそが優れており、近代はそれに及ばないとする、古代人派と、近代は古代の文化水準を凌駕しているとする近代人派に二分された。この時主に取り上げられた領域は、思想や文芸であったが、絵画における、色彩論争や音楽における、 部本論争も古典的規範を遵守した作品と統制風感覚を追求した作品のどちらに優位を与えるかを争う点で新旧論争の変形と考えることができる。新旧論争では両陣営に分かれたフランス思想会の最も大きな業績はディドロが主催した百科全書である。この書以前にも百科辞典の試みはあり、アルファベット順の項目配列も 主流となりつつあったが、それはいずれも個人によって計画されたものであり、一流の学者たちがそれぞれ専門分野において、寄稿を行い、それを集積して一つの巨大な辞典を作るという、共同作業であるディドロの百科全書とは一線を隠している。また、アンシクロペディの語も、この時暗室されたものである。場にすると、教育を組み合わせた。この語は、当時の学術の、 各分野の専門知識を一つの書物に結集するという試みを表すものであった。ディドロのほか、ダラン・ベール、デュボアといった当時のフランス最高の知識人の共同作業であり、当時はまだディドロと不仲にはなかった、ルソーも加わっている。この百科全書は一時禁書指定を受けたりしたものの、全体としては大成功を収めた。商業的にも四千部を超えるベストセラーとなった上、 この書物は各国の知識人層に衝撃を与え、以後各国においてもこのスタイルを踏襲した百科事典が盛んに編纂されるようになった。絶対王権主義の下で文化における宮廷の比重は増した。最も典型的なものはルイ十四世のフランス宮廷、とりわけベルサイユに造営した理宮での宮廷文化である。すでに啓蒙時代に先立ち。 フランスでは宣伝と再起を重んじるプレシューズ、才女たちの主催するサロンを中心とする文化が存在しており、サロンはこの時代にも文化の発信点であったが、その最大のものが、ルイ14世のベルサイユ宮殿であった。ベルサイユ宮殿の王の生活は、希少から終身までが事細かに規定され、多くの越見者に取り巻かれた儀式的、演劇的なものであった。 そのような王の生活のいわば天賀な装飾として、文芸、音楽、美術、その他あらゆる領域の芸術が動員された。王自身も芸術に強い関心を持ち、自らの宮廷の芸術のありようについて細かに指示をした。ベルサイユグルの庭園も王自身の設計になるものであり、王が最も推奨する散歩の順路があったほどある。ルイ十四世は、 後のパリオペラ座の母体となる劇場、アカデミー・ロワイヤルド・ミュージークを設置し、ピエール・ペラン台本による、ボモヌを皮切りに、フランスオペラの発信地として行った。また、モリエールの死後、モリエールの一座を、他の有力劇団と合併させ、王立劇団である、コメディ・フランセーズを組織。ラシーヌ、コルネーユ、モリエールらの書いた儀曲を宮廷で上演させた。 フランスはいわば西ヨーロッパの文化の中心となり各地の宮廷ではフランス宮廷に習ってその文化を移入した一方で宮廷に直接関係のない市民階級の中からは市民的美徳を商用する作品も現れたルソーのシンウェロイーズやドイツのレッシングの家庭劇などはその一例であるレッシングは啓蒙主義的な批判精神に基づいてハンブルク演劇論を フランス古典演劇を批判するとともに、新古典主義演劇が反とするアリストテレスの演劇理論に対し新たな解釈を試みた。フランスの成功を見た各国には、自らの国内で既存勢力に対して君主権力を確立し、また国力を増すため、啓蒙思想を政治実践に取り入れようとする君主が出た。これを啓蒙先生君主といい。 プロイセンのフリードリヒ2世やロシアのエカチェリーナ2世が著名である。しかし、啓蒙思想自体は、あらゆるものを五世の光のもとに見ようとする思想であり、国家権力の絶対化を思考する啓蒙先生君主とは、本来相入れない方向性を持っていた。フリードリヒ2世が文通によって、信仰を保っていたボルテールを算数し宮殿へ招いたものの、 数日で二人の中は決裂するに至ったことは、その典型である。ディドロは、エカチェリーナ二世から年金をもらっておきながら、啓蒙された君主は、絶対君主よりももっと悪い。それは、啓蒙先生が、先生の怖さを忘れさせるからであると述べている。また、フランス革命の勃発とその他国への波及は、ヨーロッパ各国の君主に保守的な政策を取らせる、高校へ働き、 これによって、啓蒙先生君主と呼ばれる類の君主は、主要な国には見られなくなった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。